世界では紛争や自然災害が増え、強制的に住む場所を奪われる人は1億人を超えました。加えて新型コロナウイルスの大流行、気候変動、デジタル化の負の側面といった新たな脅威も現れ、私たちの安全は脅かされています。コロナの大流行が私たちの移動や経済活動に影響したように、これらの脅威は互いに影響し合い、連鎖し複雑になっています。このような世界の問題を正しく捉え、適切に対応していくには、人間の安全保障の視座が有効ではないかとの思いから、 JICA 緒方貞子平和開発研究所はフラグシップレポート今日の人間の安全保障を創刊しました。今日の人間の安全保障では、時代の変化に応じて人間の安全保障をどう理解すべきか、またその適切な実践のためのアプローチとは何だろうかという問いについて探求していきます。人間の安全保障とは、多様な脅威と人、組織、社会の脆弱性に焦点を当て、すべての人々が恐怖と欠乏から免れ、尊厳を全うできるレジリエントな社会を作ることを目指す概念です。トップダウンアプローチである保護と、ボトムアップアプローチであるエンパワーメントを組み合わせて、レジリエントな仕組み、社会を作り上げることが重要です。また、人間の安全保障は SDGs の基盤とも言えます。一人一人に着目して、誰一人取り残さないという SDGs の概念は、まさに人間の安全保障から来ているものです。また、開発目標や分野ごとに分散した SDGs の指標を横断的に俯瞰して、何が重要か、取るべきアクションは何かを考える指針となります。では今日の新しい脅威に対する人間の安全保障の実現のためには何が必要でしょうか。私は共通価値創造、デジタル、グローバルガバナンスの3つのトランスフォーメーションを提案しています。今日の世界では、新型コロナウイルスなど新しい脅威が出現した一方で、伝統的な脅威、例えば紛争や災害も深刻化しています。本論考では、新旧の脅威に対する人間の安全保障のアプローチを検証しました。国家間の日頃の信頼関係が有事においても人々の保護に有用な場合がありました。指標を用いて取り残されやすい人々を特定し、脅威の発生前から予防策を講じることも保護の一環です。他方で、紛争や災害の被災者が復興に主体的に関われるよう支援することは、人々のエンパワーメントにつながります。人間の安全保障には多岐にわたる実践が欠かせません。私たちは今後も人間の安全保障を推進するため、専門性の異なる学術機関、国際機関や市民社会組織などのステークホルダーが協力し、政府間のパートナーシップや地方自治体の機能強化を支援すること、さらに一人一人の尊厳を守ることが重要と考えています。人間の安全保障が時代とともに進化する概念だとしたら、私たちは今日この概念をどのように理解すべきか、世界の有識者を招いて対談を行いました。Because in my view, human security is more important than ever it was. And it offers a counterpose to tendencies which are going in exactly the opposite direction. A function that research institutes can do is to increase the number of scholars who are aware and understand the concept of significance such as human security and human rights.
創刊号ではトピックスとして新型コロナと人間の安全保障を取り上げ、現代の新しい脅威であるコロナの大流行がもたらした影響について、国井治氏による寄稿と3つの論考により考察しています。アフリカにおける人間の安全保障は1990年代のアフリカ連合設立にあたっての議論や、南アフリカの民主化プロセスにおいて重要な役割を果たすなど、政策的理念としては一定の役割を果たしてきました。今後アフリカにおいて人間の安全保障概念の一層の普及を図っていくためには、その分析概念としての特性を発展させる必要があります。またコロナ禍やウクライナ危機の下で複合的危機を経験しつつある人々の状況を、人々の視点に立って多面的構造的に理解する枠組みとして捉え直していくことが求められます。近年、移民送金は ODA の額をはるかに超えています。移民送金は受け取り国の貴重な外貨獲得手段であるとともに、家庭の貧困削減にも貢献しています。コロナ禍により移民送金の急激な減少と、それによる受け取り国の国民経済への悪影響も懸念されましたが、投資額の減少などに比べても移民送金の実際の減少は限定的で、逆に受け取り額が増えた国もありました。つまり移民送金はコロナ禍のような危機時、すなわち人間の安全保障の概念が着目しているダウンサイドリスクの発現時にも、そのショックを緩和する有効なバッファーとなっています。今回のパンデミックでは、各国の保健システムへの負荷や行動抑制により、脆弱な状況に置かれやすい人々の命と健康が脅威にさらされています。またワクチンの国家間の配分においても課題に直面しました。これまでの国際保健、健康の安全保障の取り組みにおいて、脆弱な状況に置かれやすい人々の命と健康を守るという人間の安全保障の視点が十分でなかったのです。実態を明らかにする研究、そして人間の安全保障の視点で実効性のあるグローバルメカニズムの再構築、人々の視点に立った強靭な保健システムの具体化と実践が急務です。JICA 尾形研究所は6つの研究領域にて多様な分野の研究を行っています。本レポートでは人間の安全保障の切り口から各領域での研究成果を紹介しています。 JICA 尾形研究所の名前の由来となった尾形貞子氏は、人間の安全保障は実践です、人々は待ってくれずその間に死んでしまう、今アクションこそ重要と述べました。人間の安全保障の世界での実践のため、共に行動しましょう。その一歩として本レポートをご一読ください。